2024年5月、歌舞伎町のホストクラブ、ボーチで。桜井宏プロデューサー率いるグループ内、ボーチが全面内装リニューアル。最高級を求め、費やした総工費、なんと1億円。生まれ変わった最高級の店と最上級のスタッフが送る極上の一夜をお届け。今夜、新たな伝説の幕が上がる。HostTV.com リニューアルイベントの幕が上がり、この日を待ち望んだお客様とスタッフできらめくボーチェ。さらに姉妹店からもスタープレイヤーが参戦。新たな伝説が始まった。まずはリニューアルオープンイベントに、来ていただいて本当にありがとうございます。そんなこんな綺麗な箱にね、こんな綺麗な女連れてきて、ちょっと何見せびらかされてるのかな俺って、すごい羨ましいぐらいなんですけど、レイさんがね、僕が入った時からの、僕の師匠なんで、こうやって長年ボーチェを、支えてくれた、ね、レイさんもいたからこそのこういうね、オープンイベントを開かせていただけたと思ってるんで、本当に感謝します。まあ、僕はまだまだね、こうやって付き合いさせていただいている中で、学んでいきたいこともたくさんあるんで、これからも仲良くしていただきたいなってところと、またトリコさんと、勝負の時とか対抗戦とか、これからできればいろんな機会でこう交わっていくと思うんで、その際には、よろしくお願いします。あの次はトリコさんの方でホスト TV 作らせていただきたいんで、僕が出るんでその時には、これからも長い付き合いお願いします。ありがとうございます。鳴り止まないシャンパンか、続いてはシャンパンありがとうございます。僕はボーチェにいてもう2年になるんですけど、ボーチェ大好きなんで、これからもボーチェを一番盛り上げられたらなと思います。一番かっこいい男になるには、みんながやってないことを実現したいと思うので、自分もこれからお願いします。ボーチェ大好きです。よいしょよいしょ。待ちに臨んだって感じで、今までそのトリコさんにお邪魔させていただいて、合同営業っていう形を取ってて、やっとボーチェ単体の営業っていうのですごい楽しみにしてました。新鮮だったのが一番だったんですけど、それと同時にやっぱ気を引き締めて1億円以上かかってるお店に見合う男になりたいなって思いました。歴代の先輩たちが、今までのボーチェを作ってきて、これからは僕たちの代というか新時代、僕たちが作り変えていくはやっぱ VIP がいいなって思いました。 VIP のソファーの手触りが良かったです。今までいたお客様、めっちゃ良くなったねっていうので言っていただいて、新しく来ていただいたお客様はその圧倒されるじゃないですけど、すごい驚いてる感じです。はやっぱ僕が一番輝いてる姿をお届けしたいなって思います。今日楽しますよね。はい見ないでください。そしてオープンからイベントトップクラスの盛り上がりを見せるテーブル。そう、ボーチェには誰もが知るスタープレイヤーが。お姫、忙しい時に、少しでもこうやって会いに来てくれて、シャンパン入れてくれて本当にありがとうございます。正直僕よりお姫の方がボーチェを知ってる歴は長いのかな。7年、6、7年越しに、そうやってリニューアルして、本当にいい箱を見せられて本当に僕も良かったし、お姫も一緒に頑張ってくれて良かったなって思ってます。リニューアルオープンおめでとうございます。今日はいっぱい飲みましょう。よいしょ。そしてお祝いに駆けつけたグループ内のトッププレイヤーからシャンパンコールのプレゼントが。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい道綺麗になりましたね。ありがとうございます。結構長い付き合いにこうなってきたんで、これからもね、マルコさんの株主で一緒にね、ぜひグループ盛り上げていけたらなと思います。せーの、ビッグネーム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 、
今日こんな日に駆けつけてくださって本当にありがとうございます。昨日ですね、誕生日おめでとうございます。それから、ミネルヴァ代表就任ということで重ねておめでとうございます。スタートはね、どっちも一打で一緒にスタートしたと思うんですけど、もう代表取締役ということでかなり先を言い返してしまったんですけど、いやこれからもね、プレイヤーとしては活躍されると思うんですけど、一歩上のステージということで、代表にしかないね、プレッシャーだったりとか、大変なことあると思うんですけど、南くんはそういうプレッシャーも楽しんでやっていけるタイプの人だと思ってるんで、これからの成長だったりとか活躍っていうのを楽しみに見させてもらうと同時に、僕も負けじと食らいついていくんで、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。よいしょ、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 はい、そうだ、はい、そうだ、はい、君だ、はい、君だ、はい、スイッチローだ。おめでとうございます。リニューアルオープン、ボスでおめでとうございます。今は僕らしかいないので、僕らでもこの1億何千万の株になったところになって、人数がね、寂しかったりもするんですけど、一人一人がやる気持ち頑張ればもっと盛り上げていけると思うんで、はい、みんなでお家でこれからまたまた盛り上げていきましょう。この tv.com でしょ。次回リニューアルイベント第2弾、入店以来自己最高記録を更新し続ける新たなスター進藤圭にインタビュー。やっぱナンバーワン以外は目指せないんで。そしてボーチェを率いる総支配人三崎空也がリニューアルへの熱い思いを語ってくれた。お店がいいっていうよりかは、自分たちがいいっていうところを、作りたいなと。